はい、お疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、今日午前中にね、動画を最終チェックする人、編集が終わってから最終チェックして、それを YouTube に投稿するかどうかチェックする人ね、その人とね、連絡取り合って会いに行ってきたんですよ。自分が思ってること、自分はこういう風にやっていきたいと、まあもちろん最初からそういう約束でこの YouTube を始めましたと。それを途中で変えてくれとか、こういう風にしてくれとか、それは後なしじゃんけんじゃないんですかと、まあそういうことを言ったんですよ。そしたらまあその人はね、半年前まで収益化にもできない動画がたくさんありましたと。でも半年前ぐらいからスムーズに動画が上がるようになりましたと。もちろんダメなやつもあるんですよ。ダメなやつはもう一度編集をし直してね、投稿したりとか、そういうことももちろんしてるんですけども、半年以上前の動画はもうほとんどそれだったと。でもやりやすくなったのは現実ですと。それはやっぱり皆さんのグッドボタンであったりコメントであったり、それはもう間違いない事実らしいんですよ。そのグッドボタンが増えてからやっぱり動画がスムーズに上がると、まあそう言ってました。それで YouTube の方からね、やっぱり警告も受けてるらしいです。それで自分は気づいてなかったんですけど、勝手にね、動画が消されたりとかねしてるらしいんですよ。それとね、一番の原因は通報らしいです。やっぱり通報されてることが多いと思うと。内容が卑猥であったりね、暴力性があったりとか、そういう通報が多いんだと思いますと。調べてくれるとこがあるらしいんですよ。そこで調べてもらったら、通報が一番の原因じゃないですかと。まあそんな風に言ってるらしいです。はい。まあ自分の動画をよく思ってない方がいてるんでしょうね。まあその方は誰かわかんないですよ。調べはないんでしょうけど、まあそういう風に思って通報してるんでしょう。何回も何回も、ポンチュのように通報してるんだと思います。はい。それでね、2時間ぐらい話したんですけど、まあ自分は今まで通りやりますと。バンされたら、バンされた時考えますと。そのままバンされたからと。YouTube やめますと。もうしませんと。そんなことは言いませんと。その時その時で考えて、新しくチャンネル作るのか考えていきますと。まあそういうふうに言ったんですよ。そしたら分かりましたと。じゃあ、編集の方で極力カバーできるとこはカバーさせますと。まあそういう話になったんですよ。なので、今まで通り頑張ります。はい。なので皆さん、ますますグッドボタンとコメントとよろしくお願いします。はい。それでね、話変わるんですけど、まっちゃんの息子の話。今日まっちゃんがね、午前中に面会行ってきたらしいんですよ。姉さんと一緒にね。まあ、本人は元気にしてたらしいです。それで、お前どうするんやと。このまま判決もらって、控訴しないで行くんかと。ちょっといい話なんですよ、これね。息子がまっちゃんにね、親父ならどうすると。親父が俺の立場ならどうするんやと。そう聞いてきたらしいんですよ。それでまっちゃんがちょっと考えてね、俺かと。俺なら黙ってそのまま懲役行くと。そう言ったらしいんですよ。そしたら息子が、そうやろと。親父ならそうすると思うよと。俺もそうするよと。控訴しないで懲役行こうと思ってると。まあそう言ってきたらしいんですよ。もうそれでまっちゃんはもう返す言葉がなくなったらしいです。で、まっちゃんの姉さんも分かったと。あんたが出てくるまでちゃんと元気で待っといたろと。まあそういうふうにまっちゃんの姉さんは言ったらしいんですけど、まっちゃんは俺は自信ないよと。十何年も俺が元気のまま社会で折れるとは思ってないと。もしかしたらお前みたいにまた刑務所入るかもわからんと。もしかしたら死んでるかもわからんと。そしたらね、バカ息子がね、涙流して、親父と、
生きて社会でおってくれと、生きて俺を出迎えてくれと、まあこんな風に言ったらしいんですよ。それでまっちゃんも危なかったと、もうちょっとで涙出るとこあった言ってね、まあ言ってました。はい、自分ね今日ね編集の関係の人と会った後ね、弁護士に電話入れたんですよ。先生とこれ控訴して、まあいろんな新事実ね、いろんなことが明るみに出て、まかりますかと、そのまっちゃんの息子の判決が控訴審でまかりますかと、まあそう聞いたんですよ。そしたら、厳しいのは厳しいと思うと、でも全くの新事実、それが表に出て、その裏取り、それがきっちりできるんであれば、まかると思いますと。どれぐらいまかりますかと。もしかしたら、3年ぐらいはまかるかもわかんないですねと。まあ、こんな風に言ってきたんですよ。ちなみにね、これが、一心で、バカ息子が、全部、正直に話をして、誰が関与してますと、誰の命令ですとかね、まあ、いろんな問題があるんですよ。その、いろんな問題をすべて、話をしてたら、2年ぐらいだったんじゃないですかと、判決がね、一審判決が。でもそれがね、7年以上判決来るって言われてるんですよ。だからもったいないことしてるなと思います。いい親分の元でね、懲役行くんだったら、自分もしょうがないと思うんですよ。やぐらしてるし、人のこと喋るのは恥ずかしいと。もちろんそうなんですよ。もちろん、ペラ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 喋るやつはダメなんですよ。でもね、しょうもないね、親方とか兄貴分のためにね、長い懲役行くほどね、バカらしいことはないなと、まあ自分は思うんですよね。それで、そのことをね、まっちゃんに言ったんですよ。今日弁護士といろいろ喋ったと。そしたら、3年ぐらい、わかるかもわからんって言ってるよと。まあそういうふうに言ったんですよ。そしたらまっちゃんが、ポンちゃんを、身分帳に入れろと、我が息子に言うてるらしいんですよ。刑務所の面会は結構ね、ハードル高いんですよ。自分らが面会行くのはね。でも、拘置所でね、まあ受刑被告なんですけど、身分帳に名前を入れたらね、結構ね、審査が通りやすいんですよ。受刑被告でも面会できやすいんですよ。自分らでもね。それで、身分帳に入れろと、名前を入れろと。だから、うまくいけば、来週にでも、面会できるんですよ、自分がね。それで、そのことを、ポンちゃんの口から、言ってあげてくれと。バカ息子にね。だから、来週でも、バカ息子の面会、行って、ちょっと話しようかなと、思っています。それでね、話戻るんですけど、まっちゃんのね、その、息子にはね、彼女がいてるんですよ。その、彼女。まっちゃんは、別れてあげろと。10年以上、今からまだ刑務所行くと。別れてあげろと。お前も、シャバに女がいてたら、勤めるのがしんどいと。まあ、シャバに未練があるからね。だから、別れた方がいいと。それは、役出してきた人間としての、先輩としての言葉やと。だから、別れてあげろと。その彼女とね。それで、我が息子は、そうしようと思ってると。そのことをもう昨日弁護士に伝えてると。まあそういうふうに言ってるらしいんですよ。だからやっぱりバカ息子はバカ息子でね、考えてることは考えてるんですよ。はい。それで、刑務所ね、まっちゃんは旭川行けと。ロングだからね。前の刑務所はね、8年以下の刑務所なんですよ。バカ息子が勤めてたとこね。本来そこに帰れると思うんですよ。でもね、7年以上懲役増えてしまったらね、10年以上の懲役をその刑務所で勤めさせてくれないと思うんですよ。違う刑務所に行くと思うんですよね。だからまっちゃんは旭川希望しろと。間違っても徳島希望するなよと。徳島に反面の組織の人間がいてると、そう言えと。そう言ったらね、刑務所で結構希望通りに行けるんですよ。だから旭川にしろと。旭川は担当の親父もいい人間が多いと。だからそうしろって言ってね、まあ、そこまで話進めて帰ってきたらしいんですよ。判決が来月なのに、もうそこまでね、話を煮詰めて喋ったらしいです。まあ自分もね、
まっちゃんの、まあ、バカ息子、生まれた時から知ってるんですよ。だからね、いろんな複雑な気持ちあるんですよね。本来はね、もう余計なことしないで、控訴とかね、人のこと言わずに、黙ってちょいき行けと、本来は言いたいんですよ。でもね、子供の頃からのね、顔が浮かぶんですよ。そしたらね、今から10年以上の懲役ね、行ってこいと。それもね、言えないんですよ。それなら恥忍んで、控訴して、なるべく早く帰れるような状況を作った方がいいんじゃないかなと。まあそんな感じにね、思ってしまう気持ちの方が強いんですよ。正直複雑です。はい。それとね、まっちゃんがやっぱりね、元気ないんですよ。その息子のことを考えてね。それで今日の夜ね、友達とかみんな集まってね、まっちゃんとまっちゃんの姉さんを元気づけようかと、お酒でも飲んでバカ話でもしようかと、まあそういう話になってね、今日夜まあ10人ぐらい集まって一緒にお酒飲むんですよ。はい。まあまっちゃんがどこまで元気になってくれるかわかりませんが、ちょっと元気づけたいと思います。ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。